美容のプロがカットで火花を散らすエンターテインメントバトル。使い入れて枝毛を落としてる。枝毛、ああ、そっかそっかそっか。だ同時進行。同時進行ですね。顔周り繊細ですね。繊細っすね。今回はなんとあの炎上美容師がビューティーロードに殴り込み。そんな髪型ちゃうから。カットちゃうから。いいキャラさんですね。いいさ。ビューティーロード。カットバトル。まずは今回対決していただく赤コーナーローズ代表の高木達也さんです。よろしくお願いします。高木さん、それでは高木さん、前回 あのカットバトルの2回目の登場になるんですけども、今の意気込みをお聞かせいただけますでしょうか。まあ、勝負なんで、もちろん勝ちにいきますけど、はい、目の前のモデルさん、選ばれたモデルさんを、素敵にすることには変わりはないかなというふうに思ってます。それでは続いて今回の対戦相手をご紹介いたします。打倒高木へ名乗りを上げたのは、あの X ごちゃごちゃ言うてきてくるやつら本当にムカついて、 X で大炎上、美容師適正 E。とある有名なシンガーさんが1000円カットの髪型を笑って、でそのコメント欄みんな笑ってて楽しそうにしているのを見て、1000円カットで働いたことのある自分としては腹が立ったので、全国の理美容界で晒してやるっていう、まあちょっと強い言葉を言ってしまって、まあ、その晒してやるっていう言葉遣いは確かに悪かったから、それによって今回は炎上が生まれてしまって、ハサミで勝負しますから。今日はこういう感じで笑えますか。面白い。あんな髪型ちゃうから、カットちゃうから、セットや。1000円カットの技術を見てほしい。本当に笑えるような技術じゃない、1000円カットの技術。1000円カットの技術で見とけよ。青コーナー美容師適正 E さんです。今回いろいろな経緯があってご参加いただけるということで、はい、伺ってるんですけども、今回出演を決められたというところのポイントをお聞かせいただけますでしょうか。まあ、このような場を作っていただき本当に感謝しております。私あの先日X という SNS アプリで、まあ、炎上しまして、まあ、いろんなご意見をいただいて、あのとにかくそのハサミで見せますので、あの見ていただければ、はい、今回対戦相手が高木さんということなんですけども、3年前からあの高木さんの本を読ませていただいてまして、質感カットっていう新しいジャンル、その当時すごく衝撃的でして、緊張はしているんですけども、1000円カットの技術の凄さも、感じていただけたらなと思います。はい、なるほど。それではビューティーロードカットバトルのルールをご説明いたします。制限時間30分間のカットと5分間のスタイリングでモデルに施術を行い、番組公式 SNS による投票で勝敗が決まる。モデルは番組側が事前に用意した中からランダムで決まる。よりモデルに似合わせることができた方が勝利となる。そして今回お二人にですねご担当いただくモデルはこちらの方になります。おー、似通ったというか、うんうん、この状態からお二人がこうどう持っていくデザインしていくのか、うん、あと分け目が結構お二人ともしっかりついていらっしゃるところがあるので、いや高木さんどう作られるんでしょうね。で E さんも1000円カット出身ということで、ああそうですよ、ね、書いてありましたね。なんか炎上されたっていう、さっきちょっとやっぱ1000円カットだと多分すんごい数切ると思うので、うん、まあその辺どういう技術をあのされるのかっていうのは非常に楽しみではありますね。人生を加速させる学びとの出会い、ヘアキャンプ、詳しくは概要欄から。それでは開始いたします。ビューティーロードカットバトルスタート。よろしくお願いします。ちょっと濡らしますね。ビューティーロードの公式
スポンサーのキヌージョさんのキヌージョドライヤー、プロドライヤーですね。いきなりブロ入ってますですね、うん、全部ドライカットでいくんでしょうね、癖取って。ああ、うん、なるほど。さあ、ゆうさん始まりましたけれども、はい、最初に今やられてるこうプロセスについて。プロセスっていうか、まあちょっとふわふわしてたから、ちょっとブローしてツヤ出して、はいはい、最後スタイリングの時間を減らそうかなっていう感じですかね。なんかこういうスタイルにしていくみたいなこうコンセプトみたいなのあったりしますか。はい、ちょっとそう今日はイメージ変えちゃって、はい、あの少しモード系で行こうかなっていう、はい、感じですね。アウトラインバリカンでいっちゃうんですか。かっこいい感じです。早速バリカンを使われて、はい、そうなんですよ、はい、もうあの1000円カットってちょっと時間がマジでないので、はい、なるべくこう時間を、うんはい、あのかけないようにしていく感じですね。はい、毛先のその傷んでるところ、はい、ちょっと切ってあげて伸ばしやすいような感じにしつつ、でもデザインを作っていこうかなっていう感じで今日は切ろうかなと思います。リングスはあまり変えないパターンなんですね。はいはい、みたいですね。そうですね。谷さん、今回のスタイルのこうコンセプトというかイメージはどういった形になりますでしょうか。モデルさんが上下自体が余白がそんなになくて、はい、こう縦のラインがすごい短いんですよね。横1に対して縦幅 1.4 っていうゴールデンバランスからこう考えると、縦幅ってそんなにないと思うんですよ。1対1まではいかないですけど、はい、1対 1.2 ぐらいかなっていう感じなので、比較的あのナチュラルなメイキャップなので、はい、そのテンションに合わせながらその辺スッてこう歩いて、あ、洒落てるなっていうぐらいのスタイリッシュな雰囲気を作っていこうかなっていうふうに思ってます。秋冬、はいから、はい、あの少しこうフェミニンが少しこう出てくるので、はい、だから例えばそれをあのトレンドとして先取りしようと思ったらこうフェミニン要素を入れていくと思うんですよ、はい、ただそれを、流行るからって言って、モデルさんに載せたところで、うん、あのちょっと意味合いがずれてしまうので、はい、今回に関してはそのトレンドを、そんなにこうプラスせずに、はい、モデルさんのまず絶対的な似合わせ、スタイリッシュな感じを、質感でちょっと今のトレンドっぽく、はい、完全フルウェットじゃなくてちょっとセミウェットな感じで、はい、顔周りをツヤ出して、はい、フィニッシュしようかなと思います。はい、お客様って結構トレンドを、はい、なんか流行りって何ですかって言われるんですけど、流行ってるからやるっていうよりかはお客様に似合うデザインを提案した上で、じゃあトレンド要素をどこに仕込むかとか。そうですね、そう、今回あのカットボトルがこう30分、はい、っていうお時間なんですけど、はい、実際にこう多いな少ないなとかありますか。いやでも実際、はい、デザインカットやるってなると、30分は結構短い方だと思います多分、はい、1000円カットだと10分ですけど、はい、じゃあ1000円カットの店員さんが30分かけたらどうなるかっていうのをねお見せしますので、はいはい、店員さんって自分で言っちゃったけど、はい、店員が、店員さんいいキャラされてますね、いいさん可愛らしい感じ。僕の個人的な考えなんですけど、はい、まっすぐ切れればいいかなっていう悩んじゃう子たちがいるんですけど、はい、いろんな技術が世の中に出回ってるんで、はい、でも結局本質はやっぱりまっすぐ切れることが本質なのかなっていう、うん、モードってまあやっぱパツッとした感じだと思うんで、はい、うん、はい、高木さんなんかそれこそね、あのまっすぐ、もちろんまっすぐ切れた上で、そこの中にこう質感っていうのをたくさん入れてらっしゃる考え方で、そのモードっていうのをまっすぐっていう形で解釈されたのが、これが仕上がりがどうなってくるのかなっていう。ああ、そうですね、はい、やっぱ終始あのスタジオに僕もいたんですけど、こう緊張感がこうちょっと感じられたんですよ。あ、感じました。すごい緊張されたのってるのかなっていう。はいはいはい、2回目バリカンですか。2回目のバリカンですね。そのアウトラインをこう後で調整するっていうのもまあ普通のこうプロセス。時短の観点から考えるんだったら一発で決めれた方が僕はいいと思うんですけどね。10分間後で、ね、やってらっしゃるのであれば。そうです。武井さん、今回のモデルさんのその状態と美容師さん向けにこうテクニックめちゃくちゃ面白いですよ。あの最初の、はい、ビフォーの状態って、はい、もう本当にパツンと切って、顔周りに少しなんか、はい、こう前髪の延長線上にちょっと
レイヤーをつけたのかなと、もうこの程度しかなかったんですよ。レイヤーちょっと入れたりとかして、はい、流れ動きが出たりとか、あとフォルムですよね、うん、今フォルムを調整してるんですけど、はい、例えば彼女のこの今の状態だとこれ結構直線的になってしまうので、なんかそれだとこうクールになってしまうから、ここのオーバーセクションのところにスカンカット今入れ終わったので、はい、このオーバーセクションのところに、よいしょと、内側から空間を開けて表面にここのフォルムがちゃんと丸みが出るようなフォルム調整をしている感じです、うん、だからそういうのを作って、はい、デザインを構築していくので、うん、結構あの最初の状態がひどかっただけに、はい、かなりイメチェンが測れるかなという感じですかね。でこうやって見てもらっても今何もブローもしてなくて、うん、手を入れただけでこう立体的なのか平面なのか、はい、うん、で全然違うじゃないですか。なるほど。であの顔丸をこうふわっとさして、はい、仕上げていこうっていうふうに思ってるので、でなるとこの状態でほっとくわけにはいかないわけですよ。で、はい、やっぱりちゃんと仕上げるように、カットしてデザインしてあげるっていうのが大事かなっていう。でこれも例えばここで切るのか、はい、ここで切るのかでは全然変わってくるので、うん、でしかもどっから入れてこの毛がどう落ちてフォルムにつながるかっていうのもちゃんとみんな分かって切ってほしいですよね。なるほど。これでちょうどいいかなっていう感じですね。ただ今入れたところが、はい、サイドパートなので右と左で違うんですよね。はい、左右同じところに入れてもこういうふうにはならなくて、こちら右サイドですね、右サイドの方が髪の分量が多くてここの距離が長いので、はい、当然長さがないとここまで届かないんですよ、はい、で反対にこっちは、短く切ってないと、はい、同じ位置にほら長さ違いますよね、はい、これだけ違います。これがスーッと来てここにピタッとはまると、これが一緒だとこっちがビヨーンって長くなっちゃうんですよ、こんな感じの、はい、そういう美容師さんがすごく多くて、なんかここがへこんでしまってたりとかするので、うん、やっぱりカットは切るのはもちろん大切なんですけど、残すっていうのをちゃんと意識していかないと、はい、もうすでに艶っぽさが、そうですね、もうなんとなくこうフォルムとか流れとかなんとなく全体的なイメージが雰囲気が見えてきたかなという感じですね、はい、あとは細かいところは、すごくこう繊細に切って、うん、でディテールも決めて、あとはフィニッシュって感じですね、はい、いやお顔周り繊細ですね。繊細っすね。繊細顔周り命ですからね。プロが求める機能を追求した本物のアイロンとドライヤー、キヌージョ。じゃあ僕もその高木さんの本を読んで、はい、質感カット、なるほど、どのように学んで実践してたのか、はい、の質感カットするのでも結構久しぶりなので、うん、よく使ってたピッチでちょっとやります、はいはい、繊維カット時代。なるほど。なんでそのためにはちょっと癖あると、はい、やっぱちょっとあのイメージと違う感じになっちゃったりするんで、うん、少し今その癖を全部伸ばしてから質感入れていこうかなっていう感じですね、うん、はい、はい、今ねモデルさんとちょっとこう軽く話をして、はい、いつもここ分かりやすいよねなんて話をしてたんですけど、はい、結構こう前髪パックリの人意外といると思うんですよ、うん、で逆サイドは全然分かれないとか、はい、これどうしたらいいんだろうとかっていう人、はい、一般の女性たちで多いと思うんですけど、はい、これね美容師さんが叶えてあげないといけないんですよね、うん、で前髪を例えば増やすっていうのはもちろん一つポイントなんですけど、はい、でもそんなことやってるとどん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 こっちがすごい分厚くなっちゃってとかってなってしまうんで、うんうん、これをカットでここが透けないように切っていきます、はい、まず最初にラインを決めます、はい、長さですね。でここからこの割れるところ、ここに落ちてくる髪を一回すくって、でこの割れる要素っていうのがあるわけですよ、はい、例えばモネルさんの場合だとこの毛は、そのままストーンと落ちる、で、はい、この毛が怪しいですよね、ちょっとこういう癖があって、はい、見えますね、はい、でこれを例えばちょっとこっちに今来てるので、はい、逆サイドにちょっとこう引き出して、で毛流れをねちょっと作ってあげるんですよ、でそうすると、はい、
的そのままストーンと落ちる系に生まれ変わったと思うんですよね、はいはい、でそこでさっきの残りの限られたこう要するに紙でいかに分かれないように作っていくかっていうでカバーリングを持ってきて最終繊細に切ってフィニッシュするって感じですね。そうするとわ本当だこの分かれるパカッとしたやつがなくなってくれるので、はいはい、そうすると後ろをわざわざこうやっていっぱい持ってこなくても、うんこれぐらいのハーフアップで、前髪ちょっとこう垂らして遊びたいっていう前にその分量こっちだけね異常に多かったりとかすると嫌じゃないですか、はいですね、気持ち悪いし、はい、っていう方法やっぱりこれここはカット技法がすごく重要になってくるなっていう感じですね。すごく繊細なテクニックで1ミリ2ミリ変わると、はい、流れがピュッてこう変わっちゃうので、はい、本当にだから繊細に切ってあげないと、うん、髪の毛は言うことを聞いてくれないんですよね例えばもう反対にこうやってしてしまったりとかしても、うんうん、また元に戻していけるかどうかっていうのを確認してとかっていうで今ちょっと目にかかるぐらいに収めてますけど、うん、皆さん結構この辺ちょっと生え癖はあるにしても、はい、ほとんど今アイロン入れてるからご自身で、はい、ちょっとこうまっすぐピンピンとなってますけどもともとちょっと癖があると思うんですよね、はい、あんまり切りすぎると結構浮いてしまったりとかするので、はい、ちょっと長めに残してイーさん独特な好き方されますね。質感入れて枝毛を落としてやすい。枝毛、ああ、そっかそっかそっか。だから同時進行。同時進行ですね。うんうん、まあ効率いいですね。うん。うん、前回同様、うん、結構早い形でも仕上がりに入ってドライヤーも使われて。そうですね。さっき解説しててこれですもんね。そうですね。しっかり解説いただいて。顔周りなんですけど。こういう風にパツッとしたラインの時に、まあ、パツッと切ってもいいんですけどこう内側をこの角内側のこの角削ってあげると入りやすくなるんでこのこめかみの下の角はちょっと取ってあげます、はい、これですねここのこう内側のこめかみのところのこの角これがあるとねやっぱり意外と跳ねやすかったりするんでここの内側の角をちょっとだけ取ってあげると、あの表面の毛が落ちた時にイングラ入るんで、収まりが良くなって顔周りがすっきり微妙に少しだけしますね。皆様残り3分となります。はい。はい。高木さん前髪に今プロセス入られてるんですけど、これどういうプロセス？癖がちょっと出やすかったりとかするので、こっち側が外に向かいやすかったと思うんですよね。それを今根元だけ熱を入れて、うん、おそらくちょっと抑えてらっしゃるのかなというふうにお見受けできますね。横スラでやるのが結構一昔前のやり方で、縦スラで取ってこうイングラ入れるようにやると、切り口が、下側に向かってグラデーション入るんで、こう内に入りやすい枝毛カットになるので、はい、縦スラでやります枝毛カットは。こうやってこう内に入れるように、はい、こうちょっとひねりながらこうやって内側の枝毛を取るような感じでやってあげるとこうまとまりがちょっとやっぱり、はい、もうアイロン仕上げ入ってますね。それも最後のフィニッシュができますね。高木さん手つきやらしいですやらしいそう優しいタッチで、はいはい、それでは残り10秒となります。5、4、3、2、1、そこまでとなります、それではスタイリングの方に移りたいと思うんですけれども、スタイリングは5分間となります。スタイリングスタート。李さん、今回のスタイリングのポイントなんかもちょっと教えていただければ。はい、まあ、モードっぽく切るっていうのをテーマにしてたんで、はい、まあ、そんなにこう巻かなくてもいいのかなっていう感じでスタイリングしようかなっていう勝手な偏見なんですけど、若い子たちってあんまり巻かないんじゃないかっていうシンプルなスタイルがなんか好きな子が多いんかなみたいな、うん、はい、ちょっと毛先に丸みつけてる感じですかね。抽象的な感じ、伸ばしやすいような感じで
あの質感カット入れながら、はい、枝毛を切って、うん、ベースを、揃えました。あの毛先の傷んでるところを切って、はい、でまあ、それだと飽きちゃうから、顔周りだけまとめ髪だったり、はい、まあ、ポニーテールとかそういうのをやるときにちょっと顔周りだけ遊べるような感じでデザイン入れてるんで、まあ、そこはこう巻いたりとかしてもいいし、まあ、そのストレートでもいいしっていうような、あえて、はい、顔周りにレイヤーみたいな、ライン入れないでワンレングスのまっすぐのラインで作ってるんで、はい、でそれを何段かに分けてるんで、この長い毛を後ろにまとめてもそのこういう感じでこういう遅れ毛が作れるし、こっちを下ろしてもこういう巻きやすい遅れ毛ができるっていう、はい、まあ、関根さんこういうパンパンって分けた入れ方するときありますか？お客様がオーダーされたら入れるかなというところですね。馴染、うんうん、ませちゃう方が私のお客様だと多い傾向なので、うんうんうん、ちょっと個性出ますもんね、うんうん、顔周り可愛いですね、うんうん、動きが柔らかいです、うん、基本的にスタイリング剤って後ろからこうつけたりとかすることが多いかもしれないですけど、はい、今回あのフェイスラインですね、バング、フェイスライン前から、つけてったんですよね、はい、あの見せるポイントは一つなので、一番見せたいところをポイントにスタイリングして、であとはあの残ったやつを後ろの方にちょっと軽くなじましていくっていう感じのイメージですね。この辺のなんかふわっとしたなんか抜け感とか立ち上がりとか、うん、こうレイヤー この動きですね、はい、でもあんまりもう巻かずに、本当に毛先ちょっと動かす程度に、はい、カットでもだいぶ動きがつくようになってるんで、最初にこう作ったフォルムとかを調整して、あとはもうフィニッシュ、なんかこなれた感が出てるかなと思うんですけどね、はい、うん、あとはフルウェットじゃなくて、ちょっとセミウェット的な、はい、うん、なんか濡れてるけど、うん、あの乾いてもる部分もちゃんとあってっていうのが、はい、今のトレンドかなっていう感じですね。そうですね、なんか濡れた感じが多いですよね、はい、今の最近そうです ね、なんかフェイスラインで言うと高木さんの方は似合わせで、E さんの方はデザインな感じですね。そうですね、うん、残り10秒となります。5、4、3、2、1、そこまでとなります。それでは高木さんから今回のスタイルのコメントの方をいただければと思うんですけども、一番最初にモデルさん見た時に、まさにこう可愛いっていう感じがどうしてもこう、骨格から見受けられたので、それをこう払拭して、少しこう大人かっこいい感じが似合うだろうなと思ったので、メイキャップも含めて あんまりこうブリッと可愛い感じじゃなくて、ちょっとレイヤーで顔周りとか、抜け感とかを出しながら、こなれた力んでいないスタイリッシュなデザインを今回提案させてもらいました。ではイーさんもスタイルの方のコメントをいただけますでしょうか。丸い顔立ちっていうのをカバーするために、ここのデッドスペースをカバーするために、まずここに遅れ毛を作ってあげて、でその後に、この肩につくぐらいのラインのまっすぐの遅れ毛、これによって顔立ちをこうより面長に見せるために切っています。ありがとうございます。それではただいまより、番組公式インスタグラムの方で、視聴者投票を実施いたします。サロンの虎のインスタグラムなんで、うん、はい、まあ、美容師さんも多いっていう、そうですね、ことなんで、また対極的なスタイルですもんね。そう、もう完全に対極なんで。モデルはランダム、投票時に切り手は分からず、スタイルのみで投票の実施。下克上の可能性を大きく秘めた判定システム、結果はどうか。プロが求める機能を追求した本物のアイロンとドライヤー、キヌーショ。それではお待たせいたしました、集計が完了いたしましたので、ここから結果発表と移らせていただきたいと思います。ローズ代表高木達也さんと、美容師適正 E さんの対決、勝者は高木達也さんです。おめでとうございます。おー、赤コーナー高木さんが、95%、 美容師適正 E さんが 5% ということの結果になりました。では勝利した高木さん、今のご感想をいただけますでしょうか。まあ、シンプルにあの、はい、モデルさんの表情が変わったので、あのすごくこう
喜んでもらえたかなと、いいデザインを提案できたかなというふうに思いました。まだまだ、似合わせはいろんなパターンがあるので、もっともっと追求していろんなデザインを発信していきたいなと思います。続きまして、惜しくも今回負けてしまいましたけれども、イーさん、今の感想いかがでしょうか。 5% のいいと思ってくれた人たちがいたことがまず嬉しくて、自分の中でちょっとやっぱり足りない部分がこの戦いによって見えてきたという、まあ、今後につながる僕の中ではすごくいいあの機会でした。武井さん、いかがですか。あの今日も高木さんのカットを学ばれて挑まれたっていうところもお話ありましたけれども、いや、なんか正直、はい、あのやってみないとわからないので、僕自身もあの自分の持ってるポテンシャルを 100% 出して、でイーさんも出してっていう、これのぶつかり合いなんで、なんかこうカット料金が1000円だからとか1万円だからとかっていうのは全く分かんないわけじゃないですか、うん、でもそれが結果的にデザインとかの、完成度にやっぱり価格っていうのはどうしても現れてしまうのかなっていうふうに、いつかカット1万円をもらえるような美容師にぜひここから成長してなってほしいなというふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして、お二人に大きな拍手をお願いいたします。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。投票って誰が切ってるかもわからない状況で投票されてるんですね。そうですね、どちらが切ったかわからないモデルさんを上げて、そうですよね、はい、あ、でもそれだったらやっぱり特に顕著に、うん、顕著に現れたなっていう、うん、ただ 5% の方々が、僕にいいと思ってもらったんで、それは良かったですっておっしゃってたじゃないですか、うん、なんかそれはちょっとほっこりしました、うんね、あれがやっぱりこういいって思う方もやはり 5% いる。じゃあその方に、ちゃんと届けられてるのであれば、それはやっぱりその価値があるもの、うん、もう本当に 100% の髪型がお客様が満足 100% 全員するかといえば、うん、またそこもちょっと難しい、うん、確かにヒット率は高いかもしれないです。お客様が喜んでくれて周りの方に褒められるかっていうのが一番、まあ、重要なことだと思うので、うん、では本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。